中国のアモイから福建省にある八華道路まではバスで約3時間から4時間かかります。土楼は集中しているのではなく、福建省も河南地方に数多く見られ、その数は700から800ほどあります。八華とは客の家と書きます。また客の人とも書くことがあります。他の地から華北や華南の山あいに移住してきた人たちです。元から住んでいる人から見れば、他人のこと、お客の人のことです。戦争難民としてこの地に移住してきました。もともとは名門の出身であったと言われています。八華からは中国だけでなく、世界的にも有名な人が出ています。中国の解放の父である鄧小平、台湾元総督の李登輝、また孫文も八華の出身です。最初は華やかな五宝楼、そして四角い宝楼から円楼に進化してきました。一般的にはこの福建省に移住してきた漢民族の人たちが、この地で盗賊や野獣から身を守るため砦の役目を果たす。石垣を根台にして竹を編んで土壁で塀を作りました。集団で外敵からの攻撃を防ぐのに最も適した建物だと言えるでしょう。土楼の構成ですが、大体は1階は生活をする今や食堂です。2階は家具類を置く物置になっており、3階は主に寝室となっています。90歳になりましたね。おばあちゃん90歳。马上找我钱。呀，好。要走了。拜拜。好。